私が、まあ、大学に入学して、まあ、サイクリング部に入って、で18歳でサイクリングを始めて、まあ、今58歳なので、まあ、サイクリング歴は、まあ、ちょうど40年ということになります。で学生時代は、まあ、体育会のクラブだったので、まあ、山を早く登るために、まあ、トレーニングに励んでたんですけど、まあ、卒業してからは、まあ、ゆっくりと自転車旅を楽しんでいます。で学生時代から、まあ、サイクリングで走ったことのある都道府県を、まあ、白地図に書き込んでいくっていうようなことを、まあ、趣味でやっています。で全部の都道府県を走って、でこの都道府県制覇を、まあ、今年4回目を達成して、まあ、今5回目の挑戦をしています。で40年間で4回なので、まあ、10年で1回達成するっていうようなペースです。で1回目の都道府県制覇の時っていうのは、まあ、貧乏な学生時代からスタートしているんで、まあ、とにかくお金がなくて、まあ、基本的には、まあ、テントやユースホステルで、まあ、自動販売機のジュースを買うお金もなくて、まあ、食パンと水道水で、まあ、とにかく自転車で走ることだけでした。で後から考えると、まあ、土地の名物を何も食べていないっていうことに気づいて、まあ、大変後悔しました。でそこで、まあ、2回目に走った時には各都道府県でその土地の名物料理を食べる。で3回目は地元の人とお話をする。で4回目はお城の天守閣に登るっていうようなテーマを決めて走ってます。で今5回目は露天風呂に入るっていうことをこのサイクリングにプラスして。でよく人から、まあ、誰とサイクリングに行くのっていうことも聞かれるんですけど、まあ、基本的には1人です、まあ、サイクリング部時代の友人も多いんですけど、まあ、年に1回仲間と走るぐらい、まあ、一人で楽しめるから、まあ、40年間このサイクリングの趣味が続いているんだとも思います。で最近は体力がなくなってきて、まあ、5回目の都道府県制覇は厳しいかなと思ってたんですけど、まあ、Eバイクを今年購入しました。でこの Eバイクのおかげで、まあ、あと10年はサイクリングが続けられるかなというような気がしています。でこれだけ、まあ、日本中いろいろなところをサイクリングしていると、まあ、どこが一番良かったっていうふうに聞かれます。そこで今日は私が今まで自転車で走って良かった場所ベスト10を発表したいと思います。でまず10位は兵庫県の竹田城です。で朝来市和田山町に竹田城があります。でこの写真は、まあ、10年ぐらい前で、まあ、これぐらいの時から天空の城とか、まあ、日本のマチュピチュとか言われ始めて、まあ、今では大人気の観光地になっています。まあ、この時は城の手前まで自転車で行けたんですけど、今年になって行ったところ、自転車にも自動車と同じように通行規制がかかっていて、自転車を止めたところから40分ぐらい歩かないといけなくなっています。で9位は山口県の角島大橋です。山口県の日本海側下関市にあります。2000年に橋が開通して、自動車の CM に使われたりして、人気の観光地になりました。この橋は橋脚が低いので、橋を上から見下ろせるっていうのが特徴です。でこの本州と角島の間にあるこの鳩島を避けて、まあ、橋をかかっているために途中でくるっと曲がってるんですけど、この形が美しいとも言われています。で8位は蔵王です。宮城県と山形県の中間にあります。で私は山形県の方から登りました。まあ、山頂は 1600m ぐらいの高さで、まあ、5月の連休に行ったんですけど、まあ、蔵王の火口湖って言えば、まあ、エメラルドグリーンが有名なんですけど、まあ、火口湖は凍っていて、まあ、それがまたとても綺麗でした。で連休に合わせて蔵王エコーラインの山開きで、まあ、この季節は雪の回廊という道を走ることもできます。で7位は熊本県の阿蘇です。まあ、阿蘇といえば、まあ、中央の火口のイメージなんですけど、まあ、景色の美しさでは北側の外輪の西側阿蘇ミルクロードと呼ばれる地域が一番景色がいいと思います。自分が走ってきた道を見下ろして綺麗と思えるこの阿蘇ミルクロードっていうのはとても綺麗です。で6位は広島県と愛媛県を結ぶしまなみ海道です。サイクリングロードで日本で一番有名と言っても過言じゃないと思うんですけど、本州の尾道市と四国の茨城市を6つの島6つの橋で結ぶ約80キロのサイクリングロードです。しまなみ海道はもうどのポイントが綺麗っていうよりも、まあ、そのコース全体が美しいサイクリング。でこの80キロにわたってコース全体にブルーラインで自転車レーンが確保されているので、初心者にも走りやすいと思います。で5位が長野県の上高地です。
上高地も大変素晴らしい場所で、まあ、1位にしてもいいくらいなんですけど、まあ、今まで何度も行ったんですけど、ただ私が行ける時っていうのはやっぱり休日とか、まあ、連休とかが多いんで、まあ、いつも人が多くて、まあ、空いている上高地をなかなか見ることができません。まあ、それが5位の理由です。でこの写真は、まあ、人で混雑する上高地の有名スポットのカッパ橋から、まあ、1時間ぐらい上流に歩いた明神橋です。まあ、4位は富士山です。まあ、富士山のヒルクライムイベントに何度か出たことがあるんですけど、まあ、いつも富士山には雲がかかっていて、まあ、雲がかかっていない富士山を見たことがありませんでした。で地元の人に聞くと、まあ、1月が一番綺麗に富士山が見えると言われたので、まあ、1月に行ったんですけど、まあ、本当に綺麗な富士山を見ることができます。でこの写真はたぬき湖の写真で、まあ、有名な三保の松原から見た富士山もとても綺麗でした。で3位は北海道の摩周湖です。摩周湖に、まあ、3度行ったことがあるんですけど、まあ、それまでは霧の摩周湖っていう歌があるように、まあ、いつも、まあ、雨や霧がかかっていたりして3回見に行って、まあ、初めて晴天の中で摩周湖を見ることができました。まあ、サイクリングをしていて、まあ、自分が感動したって思える場所っていうのは、まあ、季節と天気の巡り合わせが、まあ、本当に大切だと思います。まあ、いくらいい場所に行っても、まあ、天気が悪ければ良さが半減してしまいます。で2位は高知県の四万十川です。でこれは夏の休暇中に真鶴岬から宇和島まで四万十川沿いに走った時の写真です。まあ、この四万十川には、まあ、ダムが建設されていないので、まあ、日本最古の清流と言われています。まあ、サイクリングをしていても、まあ、綺麗な海や湖に出会うことっていうのは何度かあるんですけど、まあ、綺麗な川っていうのはもうここしかないという気がしています。で1位は小岩井農場から見た岩手山です。で前日に岩手山をサイクリングして森横に下ってきて、次の日に小岩井農場から岩手山を眺めた写真です。まあ、岩手山はこう山をサイクリングしている時は、まあ、結構厳しいコースで、まあ、天気も悪かったので、まあ、あまり綺麗とは思わなかったんですけど、まあ、山を下ってきて下から眺めると、まあ、本当に形が美しかったです。でこれは5月の連休に行ったんですけど、この手前の一本桜が満開で、まあ、本当にベストシーズンに行くことができたと思う。で自分にとって、まあ、感動したベスト10っていうのはこういう感じです。でこのベスト10は、まあ、40年間で作られてきたもので、まあ、これからもサイクリングを続けていくと思うんですけど、まあ、これから自分が走ったところでこのベスト10の中に入るような場所に出会えるかどうかっていうのが、まあ、とっても楽しみです。